うん。だけど夜に予約客を入れてしまってるから、別のバイトの子を急遽呼んで僕が掃除だけでもしておこうかなって。そうですか。里谷君、何か？ええ、僕は里谷君の面倒を見ているつもりだし、聞かせてくれないかな。里谷にはある疑惑がかかってるんです。なんだいそれは。大統領狙撃犯、テロリストか、それに関係している疑いです。今日は公開討論会もありますし、病欠となるとどうしても疑惑が深まってしまって。そうなのか。東さん、心当たりでも？人間には誰でも裏側の顔ってやつがある。僕にも君にもね。本当の顔と言ってもいい。戦場でそんなものを散々見てきたよ。だから里谷君の本当が何なのか、そこまで僕には断言なんてできない。あれがまさか。何があったんです？彼が銃を怖がってるって話は僕も聞いてた。ある時バイトの子がカウンターの中のライフルをうっかり床に落としたんだ。それを里谷が拾って僕に手渡してくれたんだけど、その所作が実に手慣れていて、具体的にどこがと聞かれれば返答に困るんだけど、僕には分かってしまったんだ。白蛇の東としてですか？そう。もちろんそれだけしてみれば特にどうって話じゃないんだけど、今のカイドウ君の件と照らし合わせると。いや、そんな馬鹿げた話、単なる思い過ごしかもしれない。しかしあの時のあの感じは、戦場での東さん。里谷君。本当の顔か。化けの皮ってやつだな。ある意味お前がそうか。精神安定剤の投入か。ああ、お前みたいに口と態度が悪くならないように祈ってるんだよ。班長。ノッツさん、店にはいませんでした。アパートも不在でした。里谷、どこにいたんだ？私だ。情報局か。そうか。ああ、わかった。うん。よし。班長。どうしました？クーデター当日、野中里谷が見張っていた捕虜のうちの一名から事情を聴取したところ、見張りだった野中里谷は、ある時間、姿を消していたとのことです。え？時刻は、0時30分から2時間ほどです。班長たちが助けられた時間に合致します。そんな。こうなると確定的と言わざるを得ません。それと現在国会議事堂周辺の監視カメラの映像を確認させています。野中里谷が映っているかどうか、その確認です。
前たち。ワカミ、珍しい場所で会うな。なんだ、ワカミ秘書、焦ってるのか。失礼する。まさかあいつも野中を。かもしれませんね。班長、あと2時間ほどで公開討論会が始まります。班長は会場に向かってください。野中の捜索は私が引き続き行います。わかりました。俺は会場の警備担当者に狙撃の危険性を説明しておきます。狙撃、やはり班長もその可能性を。はい。そしておそらくそこにいる狙撃手は野中里也。ただいま午後5時を過ぎました。それではここ国会議事堂前の特設スタジオにて第2回公開討論会を行いたいと思います。先生、席こっちです。見つけた、ありがとう。間に合ってよかったですね。カイドウ君たちもいるわね。気づくかしら。おーい、さっきのカイドウ君、何だったんでしょうね。野中君を探していたみたいだけど、そういえば電話してみたら繋がらないとか言ってたわね。そうなんです。どうしちゃったのかな、里谷。三候補が直接意見を戦わせるのはこれが最後となります。有権者の皆さんには大切な一票をどの候補に投じるのか、この討論会の内容も判断材料の一つとしていただけたらと思います。それではまず東候補から。テーマは福祉です。どこかに潜んでいるのか。東候補。ああ。どうなさいました。前回の順番を引き継いでいますので、今日は東候補からですよ。いや、申し訳ない。発言権を他の候補に譲りますか。ええ、できればそうしてもらえると。東さん、警戒しているな。そうですわね。狙撃手がどこかに隠れているかもしれないんですよね。ああ。野中先輩、なんでしょうか。その可能性が高い。それでは、サコンダ候補、どうぞ。はい。私は本日この場をもちまして、公約の見直しを宣言いたしたく思います。渚さん？私は、米国が我が国の強く正しき友人であるとの前提により、公約を作ってまいりました。しかしそのような考えは、実に堕弱な理想主義に過ぎず、現実に即していないという事実を知ってしまったのです。米国との関係を強化するには、まずその前提から見直さなければならないということです。サコンダ候補、その前提とは何でしょうか。もしかして、あの条約ですか。ええ、大空候補、あなたの予測通りです。私は米国との関係強化を前に、新日米和親条約、新日米安全保障条約、新日米修好通商条約の3条約を見直す必要があると考えています。